回のサノテレは日本遺産の話題からスタートです。今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。今から800年前、泉佐野は九条家の荘園ひねの荘でした。現在残されている2枚の絵図と九条政元が書いた日記には、当時の風景や人々の生活の様子が生き生きと描かれています。今回泉佐野氏が申請していた旅引き付けと2枚の絵図が伝える町、中世ひねの荘の風景、そのストーリーが文化庁の日本遺産に認定されました。このコーナーではその日本遺産に認定された泉佐野の文化財などをご紹介していきます。ご案内役の文化財保護課中岡課長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて中岡課長、はい、記念すべき第1回目はどちらになるんでしょうか。はい、実はこういう、絵図を持ってきております。これはひねの荘、ひねの村高野絵図、昭和5年、1316年のものなんですけれども、この絵図の中 の、あのこの部分、大井関大明神というのが書かれているんですけれども、これが現在のひね神社ということになります。でこの神社様を、今回紹介したいと思います。で正面に見えるのは、これも江戸時代の18世紀以降に作られているあの拝殿といいまして、あの本殿の前にあのこうお祭りをするような空間をあの作っている建物になるんですけども、でこれの裏側のところから本殿を見えるあのお参りできるという形になっているので。なるほど、はい、一応これがあのひね神社の本殿になりまして、で大阪府の指定文化財になっています。この本殿自体は非常にちょっと新しく、あの色はすごいはっきりまだしてると思うんですけども、あの何年か前に改修はさせていただいておるんですけれども、もともとは織田信長があの紀州の犀賀を攻めたという時期があるんですけども、天正の頃、1500年代の後半ぐらいにあのこの辺りが全部一回燃えてまして。あ、そうなんですね。焼き討ちにあって、で豊臣の秀頼が再建をしたと言われてるんですけども、それなんであの時代的には桃山時代からもう江戸時代ぐらいにかけての時期になりますんで、まあ、大阪府の指定文化財という形にはなってます。なるほど。であの面白いところがですね、はい、このお坊さんがあの下にちょっと何か乗ってるように見えると思うんですけども、はい、何か乗ってますよね。これあの魚に乗ってる絵になります。魚なんですか。はい、ちょっと見えづらいんですけど魚ですね。あそこにちょっと目があると思うんですけども。あ、本当だ、はい、でこっち側は魚が、で反対側の方にもちょっと見ていただくと、はい、あのこの鯉とかですね、でところどころにあの竜の彫刻もあったりするんですけど、やっぱりあの竜神さんといいますか水の神様の関係があって、こういう彫刻が作られているというものになります。なるほど。こちらは何ですか。これがあのひねの荘の、田んぼをあの潤してたあの湯川水路になります。でこの場所は神社の中でも湯祭りをする場所になっておりまして、で、夏の時期に、祭りを御社温度という祭りをするのと、ここで湯祭りの、 あの川でここであの神事を行うというものをやっております。でここが非常に重要なのは、ひねの荘の、村の、まあ、総合的な総社になって一番あの神社の中心の神社になるんですけれども、神社の中にこういう湯川水路というものを作って流してて、でこういうあの水路の堰、水をこう取り入れたり出したりする遺跡というのがあるんですけれども、そういう遺跡がたくさんあるものを全部まとめて管理してたという意味もあって、あの名前を大井関神社っていう名前になったのかなというふうに思われてます。でそれが絵図の中にもあの残っているということになります。なるほど。なかなかこう神社の中にこういう水路があるって珍しいですよね。そうですね。あのひねの荘の日本遺産の、文化財はあの基本的にはその水に関わる、文化財が非常に多いというのが特徴になっています。
でそれがあの生活というか田んぼと密着な関係が昔からあったということで非常に重要な、まあ、役割を持ってたということになるかなと思ってます、はい、さあ第1回目は姫神社をご紹介しました。このコーナーは月1ペースでお送りしていきますので中岡課長またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さのてれ9月の恒例イベントザ祭り in 泉佐野が今年も開催されます。詳しいお話を伺いたいと思います。第23回ザ祭り実行委員会会長の坂口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年私もこの発表をお借りしてあの実際に見たんですけれども、前回はあのよさこいの演舞から始まったんですが、今年はどうなんでしょうか。今年もあのよさこいの演舞から始まります。去年よりも10分間開会を早めて大旗振りっていうんですか、それを始めます。今年はどういうところが見どころなんでしょうか。今年はあの南中岡本の矢倉があの20年ぶりに参加する。で、あのダニエルとちょっと動きが違うんですけども、その辺が、まあ、あの見どころになるんではないかと思います。実際どういうものなんでしょうか。だんじりはあの4つの駒であの安定してあの走るんですけども、矢倉は大きな車輪が2個、まあ、第8車のような状態でその上に矢倉の本体が乗ってるっていう形ですね。で、まあ、泉佐野はあのだんじり祭り順が下だんじり の, あのちょうど南限にあたって、矢倉文化圏の北限にあたりますんで、泉佐野としてはそのだんじりと矢倉があの文化圏として共存しているという、そういう珍しい地域です、はい、そしてよさこいについてはどうですか。よさこいはですね、小さい子どもからかなりの年配の方、あの特にお子さん連れの方が多くて、あのこの泉佐野だけではなしに和歌山かおよび北海道から、からも参加していただいて、まあ、約18団体から19団体ぐらいの団体の方があの参加されてます。であの非常にその何ていうか活気のある躍動感のあるそういう踊りというものを毎年見せていただいてます。非常に地味なんですけども、祭りの安全警備っていうにおいてあの自分たちでするあの警備は自分たちでやるということで自主警備ということを重点に考えまして、あの各庁からかなりの人数の方が参加されてあの警備をしてます。もちろんあの専門のガードマンの方も出てきてもらって警備してます。だんじり引いてる当事者の怪我というのも、まあ、もうあってはいかんことなんですけども、それよりもっとあってはいかんのはあの見物されてる方、見に来てこられる方があの要するにあの事故に遭わないようにするために自主警備であの周りを固めていくという、それを非常に大事にやってます、はい、祭りだけなしにこの我々の祭りを泉佐野の観光資源イベントにしていこうじゃないかということで、あのよさこいソーラーさんともあの語らいまして、コラボして一個のイベントをやっていくようになりました。であのみんなが集い集まり語らいっていうそういう全体の輪っていうのは一つの観光資源として泉佐野の活性化につながっていくんじゃないかと考えております。坂口さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。第23回を迎えるザ祭り in 泉佐野、開催日は9月29日日曜日、場所は泉佐野センタービル周辺です。ぜひ皆さんも見て参加して楽しんでくださいね。サノテレ7月17日から販売開始となったこの泉佐野カレー、果たしてどのようなカレー、そしてお味なんでしょうか。これは今年の3月に開催された C 店泉佐野カレーサミット、この時初めてデビューしたのが泉佐野カレーです。ヨデンリポーターが試食しましたので、少しその時の様子をご覧ください。泉佐野カレー、こちらをいただいてみます。それでは早速、皆さんこんにちは、サンヤ&アルテンジです。甘い、おいしいです。こちらも、うん、コクがありますね。こちらのカレーの特徴なんですけれども、あの泉佐野唯一の酒蔵北庄司酒造さんの酒粕を入れた
カレーなんだそうです。いや、とってもまろやかで甘くて美味しいです。泉佐野市のオリジナルのカレーです。福井課長、はい、今の映像にもあったんですが、はい、この泉佐野カレー、はい、市のオリジナルカレーということで、まずは販売される経緯を教えてください。はい、今年の3月にですね、市移転泉佐野、カレーサミットっていうのを開催しまして、そちらでデビューいたしました。で、翌4月に、全日本、花いっぱい泉佐野大会の来場者の方へのお土産の一つとして配らせてもらったところですね、大変ご好評の声をいただいたとともに、商品化を望む声も合わせていただきました。で、泉さんとしましては、そのいただいたお声にですね、お答えすべく、商品化するとともに、この泉さんのカレーを通じてですね、市の PR と、シティプロモーションにつなげていきたいという思いで、今回商品化に至ってございます。なるほど。この泉佐野カレーには北庄司酒造の酒粕を使用されているということなんですが、はい、どのような特徴があるんでしょうか。はい、こちらはですね、本市唯一の造り酒屋でございます、北庄司酒造店の酒粕を使用することで、ほのかな清酒の香りがする、内容となってございます。なるほど。ということで、じゃじゃーん、こちらが泉佐野カレーです。いただきます。まず一口目に甘いのが来て、じわじわスパイシーさが出てくるのに、そこまで辛くないと言いますか、旨味がギュッてなってて、あとほのかに酒粕の香りがふわっと香りますかね。またこの泉佐野カレーなんですけど、レトルトなんですが、お肉がすごく大きいものがゴロゴロたくさん入ってるのがまた魅力の一つかなと思います。辛いのが苦手な方でも全然食べれるぐらいの程よい辛さで、どちらかというと旨味も強いので、ぜひ皆さん一度試してみてはいかがでしょうか。さあ、ということで、とっても美味しいこの泉佐野カレーなんですが、どこで手に入るんでしょうか。はい、販売場所はですね、こちら、泉佐野町所、そしてリンク町所と、あともう一つが、JA 大阪泉州農協の、農産物の、自家の販売所ですね、こちらでいうコータリーナというところの、中にございます、ひねの町所、この3カ所で販売してございます。ぜひ皆さん一度ご賞味ください。よろしくお願いします。佐野亭で泉佐野市シルバー人材センターにやってきました。今日はこちらで6回目となるユース済み会が行われます。どんな催しなのかも気になりますが、まずは普段の活動についてご紹介していきましょう。泉佐野市シルバー人材センターは昭和62年10月に設立、平成23年からは公益社団法人として活動されています。高年齢者にそのライフスタイルに合わせた臨時的かつ短期的、またはその他軽易な業務を提供するとともに、ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、健康で生きがいのある生活の実現および地域社会の福祉の向上と活性化に貢献することを主な目的としています。理事長の松並さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。今ご紹介させていただいたように、こちらのシルバー人材センターの皆さんはさまざまなお仕事をなされていらっしゃるということなんですけども、はいはい、例えば道路のボランティアを、掃除のボランティアとか、草刈りとか、会社の中の掃除とか、あんなのをやっています。はい、そしてボランティア活動もなされていらっしゃる、はい、ということなんですけれども、はい、どういったことを。例えばね、佐野の駅前を掃除に行ったり、小学校の見守りとかね、そんなもんやってます。はい、校長先生やら教育委員会からも喜んで持ってます。はい、趣味をこう皆さんでこう楽しみ合うようなこととか あります。例えばね、ボーリング大会とかで、ゴルフ大会とかで、年に1回バスツアー旅行もあります。だからもう皆さんで仲良くもなれますし。そうです、コミュニケーションも高いね。ではいよいよ行われる今日のユース済み会についてなんですけれども、どういった目的で行われるんですか。今まで子供をチャイミルって子供いてるんです。で、その子供がユース済み会でここで花火したりいろいろここでやるんです。で、それの今日は6回かな、名でなって、多い時は400人ぐらい延べで来てくれるんです。今日ももう見てくれたら分かる通り、
はい、でそれから子供さん可愛いですよ。すごい、あの輪投げとかね、花火とかいろいろあります。はいはい、じゃあもうお子さんからもう大人の年配の方まで、孫さん来てるおばあちゃんおじいちゃん来てくれるわね、お母さんお父さん来てくれると、こういうようなことで、はい、それから400人ぐらい多い時は来てくれるんです。じゃあもういろんな年齢層でね、幅広く一緒になってこう楽しめます、ね。はい、あのちょっとでも泉さんの活性化にねつながったらええな、こういうようなことですわ。はい、それではそのゆうず積み会の模様をご覧ください。元気をもらいました。皆さんは高齢ね、高齢になってても皆さんずっと先輩たくさんいてはって、みんな元気でお仕事してはるし、でお仕事の合間にはこういう同好会とかあって、私らはまあ魂だれしてるんですけど、一緒にボウリングしたり、あの旅行行ったり、こういうね、あのまた趣味の会、だら好きなものに入って活動してくださったら若返ると思います。それでは松並さん、ちなみにこのシルバー人材センターの会員になるにはどうしたらいいですか？あの泉佐野市でね、60歳以上の方で、仕事をしたいとか、趣味を生かしたいとか、ボランティア活動をしたいとか、こういうような人は毎月第2水曜日で第4水曜日に入会説明会をしております。でそれ済んだら、あのまあぜひね、その説明会に来ていただければなと、こういうのを思います。来たら必ず楽しめると思いますので、お願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、お気に、ありがとうございました。佐野亭で泉佐野市特別顧問に加藤仁氏に就任していただくことになり、その委嘱式が8月10日土曜日市役所で開催されました。市長挨拶の後、司会から加藤様のプロフィールの紹介がありました。加藤様は神奈川県出身で、昭和42年には堺市議会議員に初当選し、政治の世界に進出されました。以来11期連続当選を果たされ、平成5年には地方自治の発展に貢献したとして蘭綬褒章を受章。また平成24年には長年にわたる市議会議員として公共の福祉に奉仕し、地方自治の発展に貢献したとして旭日中綬章を受章されました。さらにアジアとの国際交流活動も積極的に進めておられ、 NPO 堺国際交流協会の理事長を務めるとともに、近年ではベトナムとの友好協力関係促進に多大な貢献をされています。本市とのつながりについては、平成29年2月に開催された本市主催の防災フェスタにおいて、海上自衛隊舞鶴音楽隊によるコンサートや、当時横須賀音楽隊所属の中川真理子会市長の出演、自衛隊ブースの出展などにご尽力いただいたことがきっかけとなりました。また国際交流の面では、本年4月にベトナムビンディン省への訪問団の中に本市も加えていただいたことで、新たな交流のきっかけとなりました。
司会からのプロフィール紹介の後、塩松市長から加藤様へ委嘱状が手渡されました。加藤様は就任後の挨拶の中で、11期44年連続して務めさせていただいた議員活動の中で、地方自治や国際交流などに取り組んでまいりました、いただいた特別顧問の職を一生懸命務めてまいりますと抱負を語られました。市特別顧問の任期は令和3年3月31日までで、その間加藤様から必要に応じて助言などをいただき、今後の施策事業に反映させていきます。一生懸命犬鳴きん、ゆるキャラグランプリ2019 in 幸せ信州長野で悲願の優勝を目指します。泉佐野市の公式キャラクター犬鳴きんは、皆様からの公募で採用されたデザインを参考に、筋肉マンで有名な人気漫画作家のゆでたまご先生にリライトしてもらって誕生したキャラクター。正義感と卓越した忠誠心の持ち主で、子どもたちには友情の大切さを説いて回る。泉佐野市のためなら全国どこへでも PR に行く。愛する泉佐野市のため一生懸命頑張っています。今年のゆるキャラグランプリは11月2日3日に長野県で開催。力強い犬鳴きんと可愛いゆる鳴きんがタッグを組んで挑みます。去年は皆様のおかげで第4位と大きく躍進。今年はさらに上を目指すため、生まれ故郷の犬鳴きさんで優勝祈願も行いました。今年掲げる公約は2つ。公約その1、優勝すれば筋肉マンに犬鳴きんが登場。公約その2、犬鳴きんにやってほしいことを犬鳴きん特設サイトで募集。見事優勝した暁には応募のあったやってほしいことの中から一つを選んで実現します。これら2つの公約を果たすためにも、皆さんには毎日の投票をお願いしたいわけなんですが、まずスマホ、パソコンなどの端末から公式サイトにアクセスし、投票に必要な ID を初回のみ登録します。次に発行された ID でログイン。これで1日1回投票できます。投票期間は8月1日木曜午前10時から10月25日金曜午後6時まで。詳細については犬鳴きん特設サイトをご覧ください。その他詳しくは成長戦略室へお問い合わせください。皆様のお力で悲願のゆるキャラグランプリ制覇へ、1日1回毎日の投票よろしくお願いします。さのぽで散歩、このコーナーではこちら泉佐野ポイントカード、通称さのぽが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回ご紹介するのは手のひら整顔術小楽館さんです。お顔の整体サロン小楽館、特許庁の商標登録も取得している手のひら整顔術という独自の技術で、お顔を専門的に施術するということなんですが、果たしてどういったものなんでしょうか。それでは店長の辻本さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ではまずこちらでされている手のひら整顔術とは、はい、整体ということなんですけれども、はい、またエステとはちょっと違うんですよね。そうですね、エステでもジャンルはいろいろあると思うんですけども、表面だけをちょっとケアするんではなく、人間の本来持っている中からの潤い、皮脂腺から油とか汗腺から汗を出して潤いを与えるじゃなしに潤いを引き出す施術っていう感じ。よく代表的なのが足つぼとか耳つぼとかあるんですけども、そのお顔でも体と、ね、関わるちょっと反射区といいますか、ツボが集中されているところがありますので、そこを刺激して腰痛とか肩こりとか眼精疲労とか、ね、首のこりが楽になったって言ってくれる方はたくさんおられます。あ、なるほど、はい、1回で、劇的に変化するっていうことはないかなとは思うんですけれども、はいはい、ここに通われている方はどのくらいの頻度で来られるんですか。そうですね、その方の目的にもよるんですけど、だいたいお顔のコリを取ることで輪郭を変えたいっていう人は週1回ペースで、だいたい10回前後でちょっと痩せたとか他の方から色白になったとか言われる
方が大体平均的な回数が週1ペースの10回前後の方が多いです。なるほど、代謝が良くなりそうですね。だからお顔触って足のつま先まで、あの冬場でしたら暖かくなるとか、お顔触って体がね楽になるって言って聞いてくださる方も、疲れたら目が落ち込むって言うんですけど、目が落ち込むんじゃなしに疲れたらもう周りが凝って盛り上がってくるんですね。だからその盛り上がることによって疲れ目っていうのは奥に引っ込んだように見えるんですけど、結局の周りの凝りをこうやって生え際まで持っていくイメージで、周りの凝りを引く落とすことで前に目が大きくなったようなイメージにはなるんですけど、私も結構やっぱ凝ってる時はまぶたが重たくなるんですよ、うん、だからこれは盛り上がっていくんですよ、シワっぽくなる、ね、ということで私も体験させていただきましたが、本当に始める前と今終わった後首の周りが全然違うんですよね。もう本当にすっきりしたっていう気持ちが今あって、やっぱあのほっぺたとかも最初すごく痛いなっていう気持ちもあったんですけど、やっていただくとどんどんと、まあ、ほぐれてくるのか、まあ、柔らかくなってくるのか、もうね体も温まってきて、本当顔のツボと体ってこんなにつながってたんだなって初めて実感させていただきました。お顔が硬いっていうことは、お体も絶対硬いんですね。だからお体が柔らかかったらお顔も柔らかくなるんで、お顔が力入らなかったら体全体的にもちょっと力抜ける感じでリラックスな状態で日々過ごせるっていう感じだと思います。今日辻元さんありがとうございました。ありがとうございました。サノテレ、サノテレインフォメーション。平成29年4月1日以降に運転免許証を自主返納した高齢者にサノポ10万ポイントを申請します。付与ポイントは10万ポイント。対象は泉佐野市に住所を有する自主返納時65歳以上の高齢者です。ただし一度ポイントを受けた人は除きます。定員は100人、申し込み多数の場合は抽選となります。申し込みは9月9日月曜から10月31日木曜まで、便箋などに私は運転免許証を自主返納しましたので関係書類を添えて申請しますと記入し、氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号を明記、運転経歴証明書の写しまたは申請による運転免許証の取り消し通知書の写しを同封の上、郵送で泉佐野市役所道路公園課へお送りください。詳しくは道路公園課へお問い合わせください。9月は大阪女性活躍推進月間です。大阪府では産官学などで構成する大阪女性活躍推進会議を設置し、女性の活躍推進に関するイベントなどを集中的に実施するなど、オール大阪で女性活躍推進に向けた機運醸成に努めています。また泉佐野市においても昨年4月に改定した第2次泉佐野男女共同参画行動計画第2次ヒトピトプランの一部を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律女性活躍推進法第6条に基づく泉佐野市女性活躍推進計画に位置づけ、ワークライフバランス仕事と生活の調和という考え方の周知や啓発学習機会の提供、男性にとっての男女共同参画の推進に努めています。今年度は発達障害って何だろう、みんなで分かり合うためにの講座を予定しています。詳しくは女性センターのホームページ、または泉佐野女性センターへお問い合わせください。泉佐野市出会いの機会創出事業市の結婚支援イベント料理婚あまうま泉州玉ねぎで恋する6種のバーガー作りを開催します。このイベントは出会いたい気持ちをシンプルに叶える婚活イベントです。参加者にはサノポポイント500ポイントを申請します。日時は9月28日土曜午前11時30分から午後3時まで、場所はレイクアルスタープラザ川崎障害学習センターです。対象は25歳から42歳の独身男女、定員は男女各18人先着順となります。参加費は2000円、持ち物は本人確認用の身分証明書、筆記用具、エプロンです。申し込み、お問い合わせはご覧の通りとなります。ぜひご参加ください。
それでは次回もサノテレでお会いしましょう。さようなら。